建築を16歳の時に初めて知りました。私の家を平屋建てを2階建てにするので、その隣の大工さんと一緒に仕事をした時に、彼がものすごく元気で、ものすごくその楽しそうに仕事をしていると、この仕事はいいと思ったところがスタートです。建築は作ることが面白いと初めは思ってました。だからずっとこう作ることを一生懸命やってきましたけども、まあ20代の中頃になって、建築というのはやっぱ公共的なもんだと、人々のやっぱ心に訴えかけるもんだから、真剣に作らねばならない、人の心に残るものを作らなければならない、その人の心に残るものは永遠だということを思いました。最初にパリに来て見たのはやっぱりノートルダムを見ました。その次シテ島を見まして、セーヌ川を見た後にコルビジエのサヴォア邸に行きました。そしてコルビジエを見て、なんとかコルビジエに会いたいと思いましたが、1965年の夏に彼が亡くなっておりまして、私が行ったのは9月、会えませんでしたけれども、アトリエというところの外からぐるぐる回って、あ、コルビジエという人はこの世界、この社会で生きたのかということをしっかりと頭の中に認識しました。当時1968年の5月革命の時に、私は友人の画家の家に泊まってまして、ゼネストで動けないで3ヶ月いました。その時にフランス人は戦う時は徹底的に戦うというラジカルなことを知りましたので、仕事というのは原点に帰ってラジカルにやらねばならないと思いました。それからものすごい勢いで、まあ世界中発展しましたけども、パリは真ん中の部分についてはしっかりと古典的な街として残しています。これは多分これから100年200年経った時に大きな価値になるだろうと思っています。大きな建物がいっぱい建っているのはシンガポールとかマレーシアとかアジア、どんどん建ってますけれども、その中に心の中に残るものが少ないと思っています。パリの建築という雑誌、本があるんですが、それの表紙がブス・デ・ゴマースなんです。これを見て知ってましたから、ここに建築を作るというのならば、ブス・デ・ゴマースはきっちり置いとくと、そしてその中にもう一つ新しい世界、我々の世界を作ると、それは歴史と現在と、それからその新しい世界から未来を目指すものが、その感動によって未来を目指すものが出てくるような建築にすればいいなと思いました。まあ、老人と息子に孫ができると元気になるじゃないですか、老人の方が。そのように建築はそう作るべきなんではないかと、ブース・デ・ゴマースの百数十年前の建物の中にもう一つ新しい子供を作る、そしたらまた生まれ変わって変身して次の時代に生き返っていくような力強い建築にしたい。そのためにも古い19世紀のものは徹底的にそのメンテナンスして保守をするということを考えました。建築を見て美しいと思う、建築を見て感動する、そして建築を見てこのようにに勇気がある建築があるのかと思うような建築を作りたいと。だから建築から力をもらう、人生100年の時代ですから、その感動が大きな力になるような建築にしたいと思ってます。19世紀の末にフランスで鉄筋コンクリートができたんです。だから鉄筋コンクリートのもとはパリなんですね。その鉄筋コンクリートが20世紀世界中でどこにでも手に入る材料になります。このどこにでも手に入る材料でどこにでもできない建築を作りたいと思います。そして鉄筋コンクリート、コンクリートというのは無、何もない、しかしそこに人間が現れるとその人間が美しく見える、もう一人人間があるともう少しまだ違った雰囲気に変わると、壁が人間の心を受け止めると、心を受け止めるような建築、そして心を受け止められた人間がその生きているということを実感するような建築にしたいと思っています。
建築は永遠にはありませんが、人々の心の中に永遠に残るものがあります。だからそのゴシックのノートルダムに入った時に、入った人は永遠を感じるもんだと思うんです。そのことが人間の生きる力になるということを考えると、そのような建築があちこちあるべきなんではないかと思ってまして、ブース・デ・コマースもその円形の空間の中に未来を、円の中に希望、上から入ってくるステンドグラスの中から入ってくる光を通して、コンクリートの丸い壁の中に希望を感じるように作りたいと思ってます。建築はやっぱりワクワクじゃないかと。そのワクワクするということは、作った人たち、大工さん、酒屋さん、現場監督、そして建築家、社会、そういう人たちが寄り添ってですね、希望を作ろうというもんでないといいものはできないんです。ポンピドーセンターを見てください。ポンピドーセンターを作った時に、一般的に言うととんでもない建築なんですけれども、この建築を見た多くの人たちが反対もします、賛成もします、希望も持ちます。全部が全部そのいわゆる賛成する建築はないんです。ならば希望を感じる建築でいいと思うんです。そこにその心の自由があると思ってます。建築の原点は住宅なんです。その住宅に住んだ人たちは自分の心とその側ですね、一体になるものなんです。それはだんだん大きくなって美術館になり、博物館になり、市役所になっていくわけですけれども、原点の住宅を大事にしておけば、大きくなっても人の心をしっかり捕まえるような建築ができるだろうと思ってますから、最後は一番最初に小さい50平米ぐらいの家を作りましたので、最後は50平米ぐらいの家で引退したいと思ってます。たくさんありますから、それはどれかと言えませんけれども、なんといっても一番最初に出会ったのはジャクソン・ポロックの画面があって、画面をはみ出していくようなもの。人生でね、決まった人生を送るよりはみ出していた方が面白いと。その時にジャクソン・ポロックの絵を見て、やっぱはみ出していく面白さを感じます。同時にデュシャンを見て、考えなければならないということを我々に追求されていることを知りました。そういう面では現代美術、美術というものは永遠に人々の心に残っていき、人々の心を勇気をつけていくものだと思ってますから、子どもの頃に体験させないといけないと思ってます。私は大阪のシャンゼリゼみたいな緑筋を見て育ち、公会堂の素晴らしい建物を見て育ちましたから、やっぱり大阪に、あ、いいぞこの大阪はと誇りを持ちました。どの町も誇りを持つものがあります。パリの人はパリに誇りを持つように、誇りがものを考える力になるんです。誇りがその町に愛情を持つものがあるんです。そのためには家族は誇りを持った家族を作らねばな、地域は誇りを持った地域を作らなければならないし、国は誇りを持てるような国を作らなければならないと思うのは、今地球がどん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 と人口多くなっていきますけれども、そのことを真剣に考えるためにはどうするかということを一人ずつが考えねばならないと思っています。まず一つは本を読む、ものを考える、そしていわゆる考えながら自由でありたいと思ってますから、私は大阪というところにおりますから、大阪の土地は全部自分の土地は思ってますからね。で、あっちでこれを作り、こっちでこれを作り、いうことを常に勝手に考えていきながら、面白い人生を生きたいと思ってます。今まで建築を作る建築はほとんどはみ出してますよ。例えば一番最初に作った住吉の長屋というのは中庭がありますので、それを通っていくとそれぞれの部屋に行かなければならないから寒い、使いにくいと言われてましたけども、ほとんどの建築がそういう建築なんですよ。使いにくいなら考えろという建築をずっと作ってきました。使いにくいなら自分のもんだから自分で発展させろと思ってやってきました。で、私の事務所1階から5階まで吹き抜けなんですね。使いにくいですよ。
しかし大きな声出したらみんなに聞こえますから、これが家族なんですよ、これが会社なんですよ、これがみんなで一緒に仕事をしているということですから、使いにくいけれどもまた新しい世界がそこにあるならばやってみろと思ってますから、常に新しいことをやってみたいと思ってますが、今度のブーステコマースは円形の中に自由とそれと可能性と希望のあるバーなんです。この場をどう使うかということはやっぱりそのキュレーターに館長なりが考えていくんだろうと思ってます。愛読書っていうのは私がやっぱり子供の頃に読んだ本というのはあまりありませんので、20代の初めにやはりその考えます。まあ日本人ですけども、松井哲郎とか西田喜太郎とかいろいろ人たちを読みます。分かりませんが、その中で西田喜太郎の縁は縁を永遠に書いてきたわけです。西田喜太郎はそこは吉原次郎縁なんです。そしてずっと戻るとギリシャに戻るとプラトンなんです。その永遠性を私は信じて生きてきました。でこれからもそうありたいと。もう一つは宮本武蔵という吉川英治の本の中で難しいけれども覚えたのは覚悟です。人生生きるのは覚悟しろというふうに考えて生きてきましたから、これからもそう生きたいと思ってます。諦めないと、可能性を自分で見つけると、人を頼らずに自分で見つけて可能性をかけて生きるならば、それはやっぱりまた新しい生き方なんではないかと思う人がいたら、それでいいんじゃないかと思います。